はい、で、それで先生が言いたいのは、今日から3月ですわー。そして今日からジャカルタコミュニケーションクラブのジャパニーズトライアルクラスは名前が変わりました。では皆さんで一緒に言いましょう。日本語で言いますよ。今日から始まりました。どうぞタイトルをどうぞ。 1,2,3 日本語ワイワイ。今日からですね、皆さん、ジャパニーズトライアルクラスの名前は日本語ワイワイに変わりました。ワイワイっていうのはラメラメっていう意味なんですけどもね。で、なんかね、ジャパニーズトライアルクラスって全然なんかトライアルじゃなくて、みんなすごい勝手に喋ってる感じがするので、やっぱりもうちょっとこうリラックスした方タイトルの方がいいんじゃない、うん、ということで、みんなにいろいろアイデアをもらいながらこのタイトルになりました。これからこの、日本語ワイワイのフリープログラム、これからも皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、日本語ワイワイの一番最初のトピックなんですが、日本のバラエティショーぴったりじゃない、ね、うん、日本語ワイワイになりました。そしてトピックが日本のバラエティショーだって、この日本語ワイワイのプログラムってなんかバラエティショーみたいじゃん。いつもなんか、ね、たくさん人がいて、でみんなが好きなことを言って、で会計先生とダニエルが時々 MC をパパパッと言って、そんな感じで、みんなが笑って喋ってって、もうまるでジャカルタのバラエティショーみたいじゃない、ね、なのでぴったりだなと思います。で今日はこのバラエティショーについて話をしなければならないんですが、あら、サリフさんって初めてですか、ね、そうですね、はい、サリフさんとザムさん、こんにちは、サリフさん、ザムさん、こんにちは。はい、サリフさん、asalnya dari mana? Kau boleh tahu? Cilegon. Cilegon? Ha. Cilegon. Cilegon. Bukan Cilebon. Bukan. Beda. Cilegon. Cilegon. Saya dengarnya dukun. サリフさん、日本語を勉強していますか？はい、勉強しました。はい、でサリフさん、チルゴンってどこですか、どの辺？チルゴンは、うん、西ジャワ。西ジャワ、西ジャワのどの、はい、どの町の近く？町はまあジャカルタもちょっと近くかな。はい、じゃあジャカルタからは、チルゴンからジャカルタまでサリフさんどのぐらい車で、うん、車で1時間半かな。あ、近いじゃん。すぐそばですね。すぐ近く。もう、ね、ボゴールと同じぐらいですね。はい。では、ザムさん。ザムさん。ザムファタハさん、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。ザムファタハさん、だりまな？あさま。バンドンから住んでいました。バンドン。はい、バンドン、バンドン。バンドン。バンドンね。Bandung じゃなくて Bandung。 Oh, Bandung。 Bandung じゃなくて Bantan。 Bantan じゃなくて Bantan。 似てる言葉がいっぱいある。 Bantan、 はい、なんか似てる言葉、チルボンじゃなくてチルゴン、バーバントンじゃなくてバーバントン、なんかね、はい。ダニエル、今日は日本語ワイワイだからインドネシア語禁止です。はい、ゼムさん、ゼムさん、日本語勉強していますか？はい、すみません、日本語勉強していますか？はい、日本語勉強します。あ、そうですか。今バンタンに住んでるんですね。はい、高校生、あ、大学生？はい、大学生です。そうですか。大学はバンタン、大学はバンタン、バンタン、バンタン。何を勉強していますか？ラオです。ラオ、どうね、法律を勉強していますね。はい、はい、そうですか。サリフさんは大学生？いや、予定、来月。来月大学生になります。はい、はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、新しいメンバーの人もユスフさんね、久しぶりですね。はい、久しぶりですね。うん、はい。Okay、 はい、それでは今日は日本のバラエティーショーについて話をしたいと思いますが、皆さん、日本のバラエティーショーで知っているバラエティーショーがありますか？何か、はい、お、ぶとりさん、何？ Versus 嵐と嵐に仕上がれ。あれはやっぱりバラエティーショーなの。はい、サリフさんは？さんま御殿。
あ、さんま御殿ね、さんま御殿。まあ、いろんなバラエティ番組も見ましたよ。え、サリフさんはどこで見たの？あの、中国のアプリ。中国のアプリでね、はい、日本じゃないんだ。日本へ行ったことありますか、サリフさん。行ったことない。まだですね。あ、またですね。はい、ザムさんは日本行ったことがありますか？すみません。もう一度。ザムさんは日本へ行ったことがありますか？まだです。まだですか。そうですか、ま。今日ね、ここにいる人たちはみんな多分日本へ行ったことがあるんですね。みんな行ったことありますね。ありますよね。そうなん。あれ、プテルさんまだだっけ？まだです。いや、プテルさん。もう今月あと来週の土曜日先生と一緒に行こうか日本行こうはいねでじゃあそうかさんま御殿と VS 嵐他には日本のバラエティーショー知ってる人、ま、サリフさん何があるの他に、はい、サフェグリセブン何サフェグリセブンサフェグリセブン有田さんの番組上田さんの、何小川さんこうやってるけど何だねサリフさんすごくよく知ってます。はい。はい、え、サリフさんが、ん？すごくよく日本のテレビ番組を知っています。うん、小川さん、さっきサリフさんが言ったタイトルは何ですか？聞き取れなかったんですか？え、しゃべくりセブン。はいはい、そうです。しゃべくりセブン。はい。でも、プットリーさんが言った VS 嵐は今ない。今終わって VS 魂、うん、はいそうです VS 魂, VS 魂小川さんこそ詳しいですねあまあ日本にいる、ね、詳しいいるのではいじゃあちょっと待ってくださいねちょっとザマさんかなあたそわらちょっとビサニメートにしてくれますかはいはいすみません忘れたはいですかじゃあちょっとその話はまた戻ってきますが先生が今からバラエティショーとは何ですかというのをちょっとみんなに話していきます。パトリスさんすいません、1枚目の、写真お願いします。ですか。日本のバラエティショー、先生はさっき調べていたんですが、まずここから調べました。はい、バラエティ番組、はい、ウィキペディアからにしてみましょう、はい。バラエティ番組は、トーク、報道、ドキュメント、コント、コメディ、歌、クイズ、ゲーム、モノマネ、教養、ドッキリ、グルメ、ロケ、映像、恋愛、雑学、技術、心霊、お色気、視聴者参加型の企画などのいくつかの番組の娯楽を組み合わせたテレビ、ラジオ番組のジャンルです。ということなんですね。だからこれを見たときに先生はそうだよね。一つの例えば1時間の番組の中にまあ、MC がいて司会者がいてゲストがいてで時々、まあ、見る人たちですね視聴者といいますがこの人たちがいてで、まあ、いろいろおしゃべりをしたりとかニュースをちょっと話をしたりとかトークしたりそして何か旅の番組旅のレポートをやったり、うん、歌手シンガーですね歌手が出てきて歌を歌ったりでこれがバラエティ番組だと思っていましたがでも例えば VS 嵐なんか別にバラエティじゃないような気がする VS 嵐ってなんか嵐とゲストが出てきてなんか戦うわけですよねいろんなことをねゲーム大会みたいな感じそうそうそうゲームの、はいうん、そうだからちょっとバラエティ番組っぽくないなって思うんですよなんとなく先生としてはねでそういう意味で例えば先生がバラエティ番組だなと思うのは今はないですよ30年ぐらい前例えば「笑っていいとも」っていう番組なんですね。あの所長じいさん。えちゃ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 。ちょっとサリフさん。タムさんタムさんタムさん。そうそう。リファさん知ってるね。リファさん。リファさん今。タイトルよく聞きます。タイトル聞いたことがある。あのタモリさんですよね。そうなの。タモリさんが、はい、本当サリフさんよく知ってる。タモリさんが司会をやってそしてその中にいろんなコーナーがあるんですね1時間の中にいろんなコーナーがあってゲストと話すコーナーがあるしそれからゲストと電話でいろんなことを話していくコーナーがあるしそれからなんかこうレポートするコーナーがあるし歌手が来て歌うところもあるしなんかフィルム映画のレポートしたりとかすることがあってでそれが毎日なんです毎日起きる
毎日お昼ですよ。でこれもしかして30年ぐらい続きましたかね、笑っていいと思って。ちょっと先生わかりませんけど、これがなんかバラエティーショーかなというふうにちょっと思います。でもそういう意味ではさんまさんのやってる番組は結構やっぱバラエティーショーですね。さんま御殿とか、あるいはさんまのからくり TV とか、からくりテレビとか、からくり TV はもうないかな、もうないですかね、うん、で、あのこれ昔のものですが、ダウンタウンのごっつい感じとか、なんかあのなんかいろいろあったと思いますね。ダウンタウンまだあります。まあダウンタウンまだあるんですね、はい、はい、他に知ってる人、日本人の方々皆さん、なんかリファさん、はい、リファさんどうぞ、どうぞ。バラエティーに入るかわからないんですけど、あの世界比べてみたらは入りますかね。レポート番組ですか、レポートとかクイズとかね、そういうような番組になっていきますよね。世界中のいろいろな情報をみんなで見て、あの比べて、それをクイズにしたりとかっていうのもいっぱいありましたね、昔からね。で、であのこのバラエティ番組で、あとは朝とかお昼とかに、どちらかというとニュースとかを中心にした番組もあります。例えば今 NHK だったら朝一っていうのがあるんですが、これはやはり最近のホットニュースとかインフォメーションをみんなで話したり、あるいはちょっとお料理やったり、あるいはガーデニング、あの花を咲かせ、あの花を育てたりとか、そういったことをみんなで話していくというような、これもバラエティショーに入るかなというふうに先生は思います。ちょっと、うん、ラビットはどうですか。ラビット、ラビット、はい、小川さん知ってる。日テレのラビット、日テレのラビット今あるんですか。ラビットって、はい、ありますよ最近の。ラビットってクリンチ、いやロビット、ロビットラビット。小川さん書いてくれますか。どうも聞き取れなくてですね。ラビット。ラビットでいいんですか。朝の情報番組です。あ、そうそうそれそれ。朝の情報番組。はい。そうそう。朝の情報。サリムさん TBS。TBS。日テレじゃないですね。日テレじゃないです。はいはいはい。サリムさんって日本に行ったことがなくて、その中国のアルプリだけでそれだけいっぱい知ってるんですか。そうですね。はい。はい、これはみんな知ってるの、この中国のアプリっていうのは。みんな見てる。あ、はい。じゃあ、はい。たくさんアプリ、はい、すごくたくさんアプリがあるんですね。日本の番組を見ることができる。はい、あ、すごいですね。教えてアプリは。教えてアプリはって言ってますよ。エフィさん、エルフィさんが、タムリさん。はい、エルフィさんは日本に行った時に何かバラエティ番組で好きだったものは何ですか。笑っていいと思う。いや、笑ってもいいと思うんだよね。あのテレフォンショッキングって覚えてる、エルフィさん。はい、はい、テレフォンショッキングってね、あのお花がたくさんやってきてね、有名な人が出てくるとね、はい、はい、こんなのもあるし、それからテレ笑っていいと思ってるのは、皆さんスマップって知ってますか。スマップ、あ、スマップ、はい、知ってる知ってるって誰だ今、知ってるって叫んだ。ボトルさん、ボトルさん嵐でしょ、好きなのは。いや、スマップはもうジャニーズ好き。全ジャニーズ好き。でね、あのボトルさんが好きなジャニーズで、まあスマップっていうと、まあなんていうかトップオブジャニーズみたいだったんですけれども、このジャニーズがまだあまり売れてなかった時、まだまだ売れて有名じゃなかった時に、このあの笑っていいともとかにアシスタントとかで香取くんとかね、草薙くんとかが出てたんですよ。今はね、もう草薙くんなんかもうものすごい俳優としてすごくもうあのね有名になりましたけれども、そうなんですね、笑っていいともとも有名です。そうですか、エルビさん、先生と同じです。ハイタッチ、ハイタッチですね。はい、じゃあちょっとバラエティ番組のちょっと写真を見てみましょう。どんな感じ、あの2枚だけですけれども、バラエティ番組が撮影されているところですね、はい、こんな感じです、うん、ね、だから司会者が今真ん中にいますね。これ、あ、バラエティ番組のデモンストレーションですかね。子どもたちがやってるかもしれない。バラエティ司会者が真ん中にいて、うん、そしてあのこれは観客とかがいますね。観客とか、あとゲストがいて、そしてカメラがいっぱいある。もう1枚の見てみましょうか。はい、ファデリさんもう一枚いきましょうね。はい、こんな感じですね。これも司会者がいて、で出演者がいて、そしてカメラがあるっていう感じなんですが、
実は、はい、このバラエティーショーというのに出たことがある人いますか、この中に。今日の参加者の人に、日本のバラエティーショーに出たことがある人いないよね。はい、パトリさん OK ですよ。いないですね。この中にいいですか、ダニエルさん、ハマジさん、プトリさん、バグスさん、リンさん、エルフィさん、小川さん、リーファさん、サリフさん、ユスフさん、ザンさん、それからティシャさん、アデリアさん、今まで日本のバラエティーショーに出演したことがありますか？出演っていうのは、はい、イクッとマスクですね。ないですよね。ないです。でも、一人いるんです。この日本語ワイワイというポスターの後ろに隠れているファドリさん。ファドリさん、顔出してみましょうか。ファドリさんは日本のバラエティーショーに出たことがあります。ファドリー、すごいですね。すごいでしょ。実は最近先生と一緒だったんですが、最近先生と一緒に、劇団演塾、また先生があのダニエルさんと一緒に劇団演塾、ユスフさんもいましたね、劇団演塾というあのミュージカル劇団をやってたんですが、その時に熊本に行きました。福岡だっけ、熊本だったよね、あの時ね。熊本に行った時にファドリさんと先生とあと何人かですね、で、熊本のテレビ局に行って、そしてこのバラエティーショー、もう本当さっき見てさっきの絵のようなとこだったんですが、バラエティーショーにゲストとして招待されましたなんです。はい、ではあのファドリさん、その時のちょっとすごいですね、すごいですね、素晴らしい経験ですね。はい、ファドリさんにじゃあインタビューします。ファドリさん、はいはい、ファドリさん、マイク、あの、ミュート、はい、開けてくださいね。後ろ、友達に黙ってくださいって言って、あの、ジュニさんとかうるさくしないでねって言って、ね、はい、で、はい、ファドリさん、初めてその日本のテレビ局に行って、ゲストとして、まあ、座りましたよね。その時、どんな気持ちでしたか？はい、ドキドキしました。緊張しましたか？どうして？緊張しました。どうして緊張したの？何をしますか後で分かりません、ね、何をすればいいか分からないし何を聞かれるか分からないから怖いし、でいつもと違う場所だから怖いし、カメラがたくさんありますから。そうですよね。あの司会者の人たちってどうでした？やっぱり上手だなと思いました。そうですね。歩くて。優しい。歩くて。優しくて。わかる。はい。わかりやすい感じ、日本語が。明るくて。明るくて、優しくて。いい人たちでしたか？どうでしたか？で、みんなで、あの時10人ぐらいでしたかね？演塾のメンバーで言ったの。はい。終わった後みんなどうでしたか？はい、すいません。後ろうるさいです。はい、すいませんね。はい。はい、トロンカスタイヤダニ、あのファドリー、ディブラカントロンビチャラ、ジャンカンビチャラドゥですか？はい、すいません。はい、あのファドリー、すいません。終わった後、みんなでどんな話をしましたか？終わった後で、みんな、ファンしました。ファンって何？ファン。レガーです。ああ、安心しました。安心しました。ほっとしました。ほっとしました。はい、ほっとしました。そうですか。はい、ありがとう。歌ったんですか、その時バラエティショーで。いえ。歌いませんです。何かインタビューされました、ファドリーは。忘れました。されたかどうかわかりません。はい。ということで、はい、ありがとうございました、ファドリーさん。はい。はい、すみませんね。皆さん、後ろでね、あのキャンセルヒトとかって言ってましたけどね。なんかクラスがあったんでしょうね、そういうのが。はい、失礼しました。はい。で、ファドリさんは、10人ぐらいのメンバーと一緒に熊本のテレビ局に行って、ゲストとして話をしました。先生はちょっとインタビューされたので、いろいろ話をしましたけれども、まあ、やっぱり
生放送ですからね、結構あのこういうバラエティショーとか、あの時はワイドショー、朝のワイドショーかなんかで生放送だったので、生放送わかりますか皆さん、はい、生放送ライブ、何ですか生放送、ライブです。タリフさん、さすがタリフさん、なんかバラエティショーの先生になりそうですね、そうです、いやいや、ライブでしたから、やっぱりライブって失敗ができない、失敗しちゃいけないから、うん、やっぱりすごく緊張するんです。でこれがライブじゃなかったら、まあちょっとぐらい間違っても大丈夫か、エディットするしねとかって思うんですけど、ライブは絶対間違ったこといけないやねんしね、そういうことでちょっと緊張するんですが、まあ、そういうこと、ことがありましたということですね。じゃあ、バラエティショーなんですが、バラエティショーで使うちょっと言葉みんな覚えましょうかね。例えばバラエティショーでこうやってダニエルと先生みたいにMC をする、これは司会と言います。司会ですね。司会というのは、まあ、動詞ですね。で司会者というのは MC、 あのオライアン司会ですね、司会ですね。それから観客見る人ですね、観客がいる場合もいますよね。でこの観客というのは視聴者という言葉もあります。視聴者というのはテレビの向かいです。観客というのはそこの場所、スタジオに一緒にいる人たちですね。はい、で娯楽はね、娯楽分かりますか、分かる人いますかね、娯楽。うん、どうだろう、リファーさんが考えてる、リファーさん、エルフィさんも考えてるかな。娯楽っていうのはですね、ちょっと非分なんです、ね、うん、そうです、そうです、リファーさんね、非分なんです、娯楽。はい、いろいろな娯楽のものを持ってきてね、集めて、バラエティ豊かにやるのがバラエティショーですね。でいるのは司会者、それからゲストですね、そしてスピーカー、話す人ですね、そして観客です。でこんな感じなんですが、インドネシアにもバラエティショーがありますか皆さん。バラエティショー、うん、さっきみたいないろいろなの、いるクイズ番組とかじゃなくてね、ありますか。例えば今有名なバラエティショー何がありますか、誰か有名な、手を挙げて、サリフさん、話す前は手を挙げてね。はい、有名なの、はい、じゃあちょっとプトリさんに行ってみようかな。うん、ネットの、トゥナイトショー、トゥナイトショー、あ、トゥナイトショー、はい、これはインドネシアの、はい、有名な、はい、そうです、有名な司会者、司会者有名な人、ネットネットテレビの、テレビは、テレビのチャンネル、はい、はい、ネットチャンネルでね、はい、はい、で、こうトゥナイトショーっていうのがあるんですね。何曜日の何時から あネットか、インターネットか、一度も、いやテレビで、なんだっけ、多分毎晩、あまりみたい毎晩ね、多分毎晩、はい、すごく有名な人気のある番組はないんですか？すごく有名な人気のあるバラエティ番組。最近は多分、ラポルパ。ラポルパ。ラポルパ。はい。新しいの番組、コメディ、タイトルはラポルパ。ラポルパ、パって、パ、おじさん？おじさん？はい。おじさんのレポート？いや、コント番組かな。コント番組なんですね。はい。番組なんです。コント番組なんですね。はい。そうですか。で、日本の場合はバラエティ番組って、まあ、MC がいて、ゲストがいて、観客がいて、うん、いろんなインフォメーション、最近どんなことがあったとか、最近アーティストが何かこういうゴシップがあったとか、あるいは最近面白い映画があるとかっていうことを言いながら、そして、まあ、ゲストがコメントをしてみたいなんですけど、日本とインドネシアのバラエティショーの違いみたいなのがありますか、何か。すごく違うところとか。どうですか、リファさん。リファさん。はい、うん、日本の番組ってテロップがいっぱい出てくるんですけど、インドネシアってないですよね。うん、そう、はい、それはね、実はさっきダニエルとも話をしてたんですが、今から多分20年ぐらい前はテロップはなかったですね。なかった。先生が日本にいた25年とか前はテロップはなかったんですけど、最近今もう
もうそれが主流、普通はあるジャジャーンって、でしかも今喋ってることが、今この人が喋ってることがジャーって出てくるんですで、だから本当は日本人が喋って日本語でテロップっていらないじゃん、本当は必要ないですよね。でも最近はそのテロップが出る方がもっとこの言葉が出てくる、はっきり分かる、で時々それがもっと面白くさせてくれる。なぜならこのテロップのフォントとか、うん、それからエディットのエフェクトがすごく面白い。ダメじゃんって言った時に、そのダメじゃんという言葉がダメじゃんてててっていう風に出てくるともっと面白くなるんだよね。だからこのテロップはただの普通のサブタイトルだけではなくて、そのセリフをもっと面白くするために、もっとはっきりさせるために、もっと強くさせるためにこのテロップを使ってるんです、ね、で言ってみ、でもね、もしかしたらですね、さっきあの先生思ったんですが、このテロップでもっと面白くさせることができます。だから実はこのトークが面白くなくても面白くできる。最近はだからその番組の内容があまり面白くなくても、このいろいろなエフェクトとか効果ですよね、いろんな効果テクニックとか、あるいは編集テクニックで面白くすることができるっていう、実を言うと理由もあったりとかしますね。テロップね、はい、リファさんありがとうございます。他にはインドネシアと日本のバラエティの違いどうですか、ありませんか。なんかさっきダニエルがなんか、はい、あ、デニー、はい、どうぞ。そうです、リアクション、リアクションのカメラは、うん、たくさんあります。バラエティショー、うん。インドネシアは、うん、ないかな、はい。あ、これか。あの、何か誰か喋ってるときに、この辺に、このカメラの下の方に、ゲストが笑ってる。例えば、料理作ってるときに、料理の先生が料理作ってるときに、ここで、はい、あのゲストが、ああ、美味しそうだなとかって言って、カメラが出てくるという感じ。そうですね。はい、あれはね、やっぱり、あの、それも同じなんですよ。ただ、料理作ってる画面だけだったらば、退屈でしょ、ずっと。料理して洗って、うん、あのすいません、このまあトマトを洗ってですね切るんですねって、切って炒めますって、面白くないでしょ。だからここで、はい、ここでゲストがわあトマト美味しそうとか、あそのあそうそう、あその油ってそうなんですうんとかって言ってると退屈しないでしょ。だから、うん、はい、やっぱこのテロップはとても大切です。でこのテロップ使わないとゲストは暇でしょうがないですね。すごく暇です、ね、実を言うとゲストって有名な人が来るから、はい、ギャラをたくさんお金たくさん払ってるのに料理してるとかゲスト寝てたりとかしてね、それができないですからね、はいはい、ということで日本はやはりあのもっともっと充実させるために、もっともっと良くさせるためにこのテロップを使ったり、このゲストのリアクションのカメラを使ったりとかするんです。これもやっぱり一つの技ですね。あの、よくする方法だと思いますね。うん、ということで、はい、日本のバラエティショーについて少し話しただけであっという間でしたね。今日はあのサリフさん、とってもグッドタイミングに今日入ってくださってありがとうございました。いっぱいたくさん知っててね。キングオブバラエティショージュパンですね、サリフさんもね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、以上、今日は日本のバラエティショーについて話をしました。じゃあダニエルさん、来週の説明お願いします。はい、はい、来週のトピックはスカイツリーと東京タワー、はい、スカイツリーと東京タワーです。皆さん知ってますね、はい、スカイツリーも東京タワーもね、知ってます。はい、これについてで皆さんとお話をしたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、それでは来週は3月8日8日3月8日ですね、来週はね、そうです、はい、3月8日またここでお会いしましょう。日本語ワイワイ第1回目でしたね。でもトータル86回です。それでは今日はここまでです。皆さんさよなら。さよなら、ありがとうございました。小川さん、ありがとうございます。また来週。ありがとうございました。